ほら、エンジョイ。はやふるパレットでもお話しした人生初のレーシングカートに乗りにやってきました。F ドリーム平塚さんです。早速行ってみたいと思います。最初のやつです。やばいよね、スピンした時61秒だってでも今日の1回目のベスト39秒です。初心者は40秒切れれば才能ありらしいんで頑張ります。才能あるらしいですありがとうございます。すごい、35秒はないですね。何が違うんだろうね、4秒もね。まあ違うんだけど、全然違うんだけどさ、やっぱ顔が命じゃないですか。やっぱね、顔で勝負してるんで、ちょっと顔傷ついちゃったら困るなと思って。今の自分の格好分かってる？あのストレッチマンって昔いましたよね。あれ見た、ね、ストレッチマンあれ見た。私この格好やばいですよね。しかも多分ね、真っ黒なんでいいんですけど、私本当にすごいやばいと思う、この柄が。で、はい、ヒールスライスとか、はい、で、どの辺から全開っていうか、ブレーキで減速して曲がり切って、ここからなら全開でいけるっていうのが大体真ん中なんです。コーナーの真ん中、一番イン側につけてこうフリッピングポイントがあるんですけど、そこについたあたりでアクセルを上げてあげるとこう綺麗。すごい同じですね、プロ、はい、プロ
中しました。結構やってますね。ありがとうございました。じゃん人生初カート超楽しかったです。ありがとうございます。